山口ダムは愛知県瀬戸市、省内川、水系山口川に建設されたダム、山口園庭ともいう、高さ17.1メートルの重力式、コンクリートダムで、洪水調節、灌溉、浄水道を目的とする多目的ダムである。ダム湖の名は山口川洪水調節地という、名古屋市中心市街地から東へ約20キロメートル、 瀬戸市の南東部に位置する海上の森は水辺や農地などを含んだ自然環境豊かな森林である。海上の森を流れる山口川は八田川となって庄内川へと合流している。当地で得られる土砂は陶磁器やガラスの原料として用いるのに適しており、平安時代に始まる瀬戸焼の歴史は自然の恩恵によって支えられて発展してきた。しかし、 焚き木など養業用の燃料を得ようと木々を伐採していった結果、会場の森も明治時代にはハゲ山の状態となっていた。1933年12月、愛知県は自局供給事業にして愛知県内発の下水統制事業として山口川洪水調節地の建設に着手した。既存の砂防ダムを増築し、地肌があらわになって、 保水力が低下したことに起因する洪水を調節するとともに、蓄えた水を農業用水や浄水道用水に用いることで、当地を悩ませていた水不足を解消させる計画である。工事には、畑山村から述べ数万人もの人々が協力し、1934年3月に完成した。工費は6万490円。山口ダムの洪水調節能力について、 当時の愛知県土木部長であった山口鳥彦は、洪水調節能力としては未だ満足すべき程度に、傷といえども、洪水時には相当の調節機能を発揮しうるものなり、と振り返った。日本では1897年以降、荒廃した山林を復旧する取り組みが全国的に行われ始め、さらに瀬戸焼きも、低コストで大量生産が可能な石炭用へと移行。 1970年代には、会場の森にあった大半の拉致が森林へと回復した。当地には、江戸時代に13個、明治時代には26個の家屋があったが、山口ダムの建設や豪雨災害、万博開催地に選定されたことなどから大半が転出した。山口ダム自体も設備が老朽化しており、さらに大差によって湖の面影すら失っているが、かつては、 満々と水をたたえ、学校帰りの子供たちが泳ぐ姿も見られた。干ばつが愛知県下を襲った際も、ダムの貯水によって、付近の村落だけは被害を免れ、住民が感謝の意を表しに、愛知県庁に赴いたこともあった。秋には立土井の最下段にある泥栓を解放して、泥をさらい、その際水面に浮かぶ魚を捕まえようと、多くの人々で賑わった。ありがとうございます。